ようございます。デイスリーです。昨日買ったピアス買ってもらったやつと、買ってもらった帽子かわいい。そして、うん、私は念願のカヤトーストを書いたらナクサ。何これ麺、でもカヤトーストのなんかそのカヤは売ってるから日本でもなんか買ってかけて食べれる。うん、うまい。こんなうまいの。眠いんだろ。足があったかい。はい、ということでランチです。ペグマル寝てますもん、爆睡。はい、わー、でかい。Good, yeah. うん。わ。はい、今泊まってるホテルの近くのインドネシア料理かね。うん、なんかここはパラタが美味しいみたいな聞いてたからパラタを頼もうと思ったんですけど、最初に接客してくれた方がすごいナシゴレンがおすすめだったらしくて。パラタ頼もうと思ったらナシゴレンのページにあの案内されて、めっちゃ面白かった、撮っとけばよかった。めっちゃパラタって言ってんのに、なんかその方もちょっと英語が苦手だったみたいで、英語が得意な方に代わってちょっとパラタを注文できました。シンガポールは子供にすごい優しくて、歩いててもみんなすごいなんかアンキューみたいな感じで言ってくれるし、とにかく優しいです。でベビマルもすごい笑ったりとかするので、なおさらなんと明日はですね、いよいよマリーヌポーチサイズに決まります。なんかここら辺はなんかすごいこういろいろこうローカルだったりとか、まあ、ショッピングモールとかが多いみたいなんですけど、マリーナベイサンズら辺は多分また違うんだよね。うん、マリーナベイサンズの中にショッピングモールみたいなのがあったり、カジノとかもあったりとか、もう本当マリーナベイサンズだけで完結できちゃう感じみたいなので楽しみです、とっても。あ、それがパラタとナシゴレン。いただきます。いただきます。うまっ。辛いですね。うん、辛い。はい、おはようございます。今日はデイ4です。ご覧ください。もう帰るのかと思いきや、今日から2泊マリーナベイサンズに泊まります。いやー、まあ、でも今日はちょっとあの帰った日が結構もう結構なハードスケジュールなので、2泊できるので明日ゆっくり堪能できればなって感じなんですけど、それではデイ4も楽しみます。すごーい、わーお、やばっ、わーお、カイタが仕事に行って1週間以上の滞在なので、言うて夏服っつったってかさばっちゃうので、なので あんまり持ってきてないから、あのランドリーに行かなきゃってこと で私が一人で行って、ウィズベビマルみたいな感じで行って、終点やまんや。まあ当たり前にランドリーだからコインしか使えないじゃん。で私1万円は下ろしたんですけど、コインにチェンジできなくて、なんか謎に ATM で10ドルだけ下ろして、マジ謎すぎる。最初からコンビニでなんか買えばよかったのに。で、ちょっとコインランドリー35分かかるので、その間にまだお昼食べてなくてもう4時とかなんですけど、とりあえずご飯を食べます。とりあえず中に入ってご飯を食べたいと思います。はい、ということでお目当てのレストランに到着したんですけど、もうさ、荷物重すぎてもう肩が汚い、やだ。はい、ベビマルくんです。そう、外はもう超暑いんですけど、室内はもうこれでもかっていうぐらい本当に寒くて、だからもうこのねブランケットが欠かせないです。パスタ来ました。ここで食べ終わったらちょうど洗濯のところまた戻ったらちょうどいいので、またちょっと時間潰してにします。チーズめっちゃかける。違う、ちょっとしか出ないの、これ合ってるよね。うん、うん、うん、
びっくりした。エレベーター使った瞬間ここに来てこれを使います。最高じゃん。ドンキ行けばよかった。でもこれ500円もする。多分日本だと300円するかなしないかなぐらいじゃないかな。離乳食っていうか、まあ、離乳食か。でも半年から使えるやつがないね。ないわ。このジュースしかないかも。はい、じゃあとりあえずなくて7ヶ月からのしかないので、とりあえずこれだけ買います。なんかノリと勢いでお酒も買っちゃいました。まさかのエレベーターがありました。まさかすぎる。エレベーターあるんかい。無事に洗濯終わってマリーナベイサンズのお部屋に帰ってきました。イエーイ、ピースピース。今日と明日だけのスペシャリティなお部屋を紹介します。マジすごい。まず入り口ね、これ。はい、でこちらにはいろいろなんかこうコーヒーメーカーがあったりとか、まあ、お水とかいろいろね、ほらなんかほらワインとかがあるんですよ。これ全部お金かかるのかちょっとわかんないんですけど、こうやってティーがあって、ティーポットとか、ほらこのティーとコーヒーで、ほら辛ラーメンとか。でもこれは絶対にあれだよね、絶対にお金かかるよね。かかんないとかある。でこれ冷蔵庫なんですけど、でこれはまあ私が買ったやつで、これ絶対お金かかるよねこれは。そしてお部屋です。ちょっと散らかってるんですけど、ちょっと一瞬出てる間に、バイバイちゃん。一瞬出てる間にこう全部ね、こうおもちゃとか揃えてくださってて、人形もここにあって、でここにはお酒、これはウイスキーなのかな、なんかいろいろあって、ほらなんかカクテルみたいなの作れるやつで、ご覧くださいこのビュー、でバスルームです。イエーイ、もう一生ここに住んでたいってぐらい、これメイクにぴったりない、あいやって感じ。まさかの中なんかありがたく体重計もあったりとか、なんか本当にもうここがいいって感じです。でバスタブがあるんですよ。わー、オーマイガーシ。でこれがシャワールームですね。ほらこういうのも全部フェラガモのやつで揃えられてます。トイレも超キレくない、ほらどこにでもフェラガモみたいな、素敵すぎる。めっちゃいい匂いだし、これ何これ、泣いてます。ウォシュレットついてる。あー、ここがいい、もうここがいいよね、バーバイちゃん。はい、てな感じです。お部屋紹介は、わお、鼻水がすごい、あっという間すぎて。でもう1日終わっちゃうでしょ。でもうあと1日しかないんです。あー、オーマイガーシって感じです。ここに泊まるのねえ、オーマイガーシだよね。一緒に喋ろう、じゃあ。おー、近い。あー、インフィニティープールに来ました、夜の。わー、めちゃくちゃにぎわっております。おはようございます。今プールにいます。でプールサイドでなんかモーニング的なランチ的な感じの時間帯なんですけど、私はパンケーキ頼んで、カイタはソーセージマフィンです。そうめんにポテト、すごい。これ何、何これ、これ飲めるやつだよね。意味しない、匂いしないんだよね。シロップですか、絶対。あ、シロップか、え、やばアイスラテ。うわ、なんかやっとザ・コーヒーを飲める気がする。アメリカンのダメらしい。あ、そういうことね。コーヒーだと普通に甘いのが来るってこと。あー、うまい、やばい、最高。で、なんかオフィシャルカメラマンみたいな人がいるから写真を撮ってくれて、それをまあ後々ね購入できるみたいです。写真いくらするの、怖いね。ねえ、1枚いくらみたいな感じじゃない。でもはい、ということでメイクを完了して、結構時間が経っちゃったんですけど、今日は多分ね、全体的に多分ちょっと天気が悪めです。ですごーい、ここマーライオン、あれだ、マーライオンはこれ工事中です。 Oh my goodness って感じです。これは一体何なの。ここは、マリーナベイサンズの、まあ、外、今モールに来てます。マリーナベイサンズの
あそこの上のプールにいたの実際的にやばいね、普通に考えて。で、なんかもう今回この今シンガポールに来てからもうなんか全然全てがうまくいかなすぎて、本当になんかもう結構疲れが中盤なんですけど今。さっきもこのマリーナベイサンズのモールの中にある紅茶なんか有名な TWG ってところで買おうと思ったらすんごい並んでて、私はもう自分用に買いたかっただけだからもういいや、もうまた今度買いに来ようと思って結局諦めちゃったんですけど、でもまず入国審査の時も子供いたらこっち並べるんだと思ってこっちだよって言われたから、その短い方に並んでたら結果そこが一番最後まで残ってて時間かかってそういうことがめちゃくちゃ起こりまくってて、なんか大変ですあとは私の大好きなセフォラ行ったんですけどちゃんと見れてないので行きたいなと思ってます。ちょっとはい、中盤戦頑張っていきたいと思います。すごい、なにこれ、すごい、ジェントルモンスター、レッツゴー。でかっ、でかいね、ビビるぐらいにやろう。なんか調べてたマリーナベイサンズガーデンパークみたいなとこはないって言われてそう、ここって言われて、でやっとそこに着いたって思ったら雨が降ってきました。え、下がんのこれ。あ、下降りて登るんだ。入り組んでますね。すごい、すごい、でっか、パパーン。さっき買えなかった紅茶屋さんで買いました。これは自分用にキャラメルとフルーツベリーが入ってるティーです。イエーイ、もう結構回ったね。すごい、パン屋さん絶対美味しい、超かわいい。今またカイタがちょっとリハーサルなのでベビちゃんとお散歩してます。このねトーストボックスって最初に泊まってたホテルの近くにもあるんですけど、いろんなとこにもある。マリーナベイサンズの中の高級なところにもあって、めちゃくちゃチェーン店っぽいトーストボックス。ちょっとだっこひもで来たのはいいものの、トイレに簡単に行けないっていう。ここ行きたいんだけど、どうやったら行けばいいのっていう。スターバックスのマーク発見しました。あ、違うところだ、マジでわかんない。モーショップ、あ、こっちだ。ハロー、 Can I get the vanilla sweet cream cold brew? The towel。 このビッグサイズ超可愛くない？こんなのもある、こんなサイズ可愛い、超可愛いんですけど、めっちゃ可愛い。頼めました。でもすごいなんかあみたいなちょっと怖かったんですけど、はい、これは私が頼んだのは、私が LA に行ってる時に必ず毎回頼んでた日本のスタバにはないバニラスイートクリームコールドブリューみたいな感じなのかな。日本でいう、まあ、ちょっと甘めのコーヒーみたいな感じ。うん、でもなんか LA で飲んだやつこんな味だったっけなみたいな。ここはまたちょっと違うオーチャードのイオンにあるジェントルモンスターです。かわいい、ナナちゃん。どう？やばいな